命令。命令、直訳、すれば、5月の日は、世界各地で、毎年5月1日に行われる祭典。ヨーロッパでは、夏の訪れを祝う意味を持った日である一方、旧東側諸国などでは労働者が統一して、権利要求と進むなど活動を取り行う日としている国もある。労働、者の日、レイバーデートも言うが、 いくつかの国ではその国独自の労働者の日を定めているため、インターナショナルレイバーデートの言い方も存在する。メーデーとは本来五月祭を意味し、この日に夏の訪れを祝う祭りがヨーロッパの各地で催されてきた。この祭りでは、労使双方が休戦し、共に祝うのが慣習であったが、これが近代に入り現在のメーデーへと転化し、今日の 労働者の日命令デーが誕生した。労働者の日としてのメーデーは、1886年5月1日に、合衆国カナダ食農労働組合連盟、後のアメリカ労働総同盟が、シカゴを中心に8時間労働制要求の統一ストライキを行ったのが起源1日12時間から14時間労働が当たり前だった当時、第1の8時間は、 仕事のために、第二の8時間は休息のために、そして残りの8時間は、俺たちの好きなことのために、を目標に行われた。1888年に、AFL は引き続き8時間労働制要求のため、1890年5月1日に、ゼネラルストライキを行うことを決定したが、1886年の統一ストゴにヘイマーケットの虐殺、 と言われる弾圧を受けていため、AFL 会長ゴンパースは1889年の第二インターナショナル創立大会で AFL のゼネスト実施に合わせて労働者の国際的連帯としてデモを行うことを要請。これが決議され、1890年の当日、ヨーロッパ各国やアメリカなどで第一回国際命令が実行された。なお、 メーデー起源の国であるアメリカ合衆国をはじめ、メーデーとは異なる時期に、レーバーで労働者の日を定めている国々もある、祝日の節を参照。2018年のフランスでは大規模な暴動になって、逮捕者が続出した。マクドナルドの店舗を破壊して、放火、自動車販売店の複数の車や、ショベルカー、バイクに放火した。警察は、暴徒化したデモに、 サイルイガスや放水銃で応じ二百七十六人が逮捕1日夜の時点で百二人が拘留した。マクロン大統領はすべての犯人を特定し、その行動の責任を取らせるためすべてのことを押すと非難した。日本では1九百五年明治三十八年命令の先駆けとなる平民者の主催で沢会という形で開かれ、引き続き1九百六年に 横浜明穂の会の吉田忠次、村木源次郎、金子慎太郎らが、メーデーを記念しがい演説、ロシア二月革命後の九百十七年五月七日に、在京社会主義者、約三十人が、メーデー記念の集いを開催した。労働団体が虚構に至るのは九百二十年五月二日、日曜日に、第一回のメーデー、出彩、第本労働総名友愛会司会者、鈴木文治が、 上野公園、現在の東京都台東区で行われ、およそ1万人の労働者が、8時間労働制の実施、失業の防止、最低賃金法の制定などを訴えた。翌年からは5月1日となり、開催地や参加人数も増えていった。しかし、1936年2.26事件発生により、戒厳令が敷かれた後、同年3月19日付で、 治安維持を目的とする内務省警保局通帳、集会及び多種運動の取り締まり方に関する件、多種運動派従来観光に、異許容じられつつあるものといえどももう期間中派すべての、を禁止すること、重て愛国労働祭また派名で等の、計画ある向きに対して早、はい、めこれを中止、する様輸し、することが発せられ、3月24日に、名令開催が禁止された。 第17回命令は中止された。これに反対する無産政党や日本労働組合全国評議会、全票の組合らは3月26日に命令禁止措置反対行動を起こし、内務省や警視庁へ抗議、4月27日に全票の山花秀夫が組合幹部個人の名義で命令実施を指令し、当日は小規模ながらも、 全国で様々な形の集会やデモが開催された。指令を発した山花は、命令終了まで、あたご所に検測工置された。この年から1945年まで、日中戦争激化などの理由で開催されることは、なかった。第二次世界大戦敗戦翌年の1946年、働けるだけ食わせるをスローガンに掲げ、11年ぶりの、 命令が通算で17回大会として盛大に開かれた別名、食料命令、または半売獲得人民代。全国で100万人、東京の宮城前広場に50万人が集まった。5月12日には、米横瀬を叫ぶ市民が宮城内に入り、同19日には、食料命令が二が25万人を集めて行われ、民主人民政府の樹立が決議された。 1951年の第22回大会では、サンフランシスコ講和条約締結を控えて、反対運動の盛り上がりを恐れた政府と、GHQ は中央命令の公共前広場の使用を禁止したため、総評は中央命令を中止し、一方で統一命令促進会が全面講和を勝ち取れ、再軍備に反対せよのスローガンを掲げて、芝公園で実質的な中央、 命令を開催し、戦後初の分散命令となった。日本の試験回復後に行われた1952年の第23回大会では、片面講和と日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約への抗議も主張に含まれた。その際に、皇居前広場へ向かおうとしたデモ隊の一部が警官隊と衝突し、流血の惨事となった地の命令事件。 米軍聖火で、琉球政府時代の沖縄でも命令は開催されていた。1951年に女村万座家に300人が集まったのが沖縄で初の命令であった。1952年には即時本土復帰、サンフランシスコ講和条約第3条撤廃などを掲げた本格的な命令となり、これをもって第1回沖縄命令という。 1954年の場合、労働運動から反米運動への展開を恐れた、米民政府は、カール・マルクスの実際の誕生日は5月5日で、あるにもかかわらず、5月1日は、マルクスの誕生日であるため、非共産主義者は、名芸に参加しないようにという声明を出し、開催阻止に向けて圧力をかけた。高度成長期には、総評。 同盟などの共済で統一命令が続けられ、1984年の第54回大会では、特別決議として、命令の祝日化要求が採択された。時短元年と位置づけられた1985年の55回大会では、サブスローガンで、週40時間制、前年の祝日化要求決議を引き継ぐ、太陽と緑の週の法制化など、労働時間短縮。 時短の実現が掲げられた。そして新たに、スポーツ祭典が閉祭されて、お祭り命令と呼ばれる家族ぐるみの行事に発展したが、他方で、労働運動としての意義の創出につながると、社会党や共産党、日本高等学校教職員組合、日高教などいくつかの労組から、反対や再検討を求める批判がなされた。その後、 労働組合の全国中央組織の再編による組織対立の激化で、1989年以降は統一命令の開催ができなくなり、日本労働組合総連合会、連合と非連合系の全国労働組合、総連合、全労連全国労働組合連絡協議会、全労協による分裂開催となった。また、前後がゴールデンウィークで長期休暇を取る例が増え、 労働組合活動が低調になってきて参加者数が減少したことを理由に、連合は2001年以降4月の最終土曜日や、昭和の日、水、日、金曜日に当たる場合といった4月、エイプリルに命令、命令を行うようになり、一方で、全労連や全労協の命令は5月1日開催を続けており、その分裂と対立の構図は解消されていない。 2019年5月1日は新天皇の即位日となるが全労連携の実行委員会は例年通り次回も5月1日に行う方針で準備を進めるとしている。2018年連合は4月28日土曜日東京の代々木公園で中央大会を開き約4万人主催者発表が参加し働く者のための働き方改革をスローガンに開かれた。 一方、平日の5月1日に同じ会場で開かれた全道連携中央大会は、8時間働けば、暮らせる社会を、球場会見反対などのスローガンが掲げられ、約3万人、動画参加、日比谷野外音楽堂で開かれた全道協系中央大会は、働く者の団結で生活と、権利、平和と、民主主義を守ろうを掲げて、約7000人、 同が参加し、2016年以来互いに来賓として、連帯の挨拶をしている。連合、全老連、全老協のメーデーは、いずれも1920年からの通算回数をカウントしており、2018年で第89回目を迎えたとしている。メーデーは、国際連合などの国際機関によって定められた国際デーとなっており、 世界の少なくとも80以上の国で命令を祝日としている。中国、ベトナム、北朝鮮などの社会主義諸国、旧ソ連、東欧圏、ヨーロッパ大陸のほとんどの国、メキシコ以南のラテンアメリカ諸国の大陸部の、内パナマとスリナムを除くすべての国、アセアン加盟国の内インドネシアとブルネーを除くすべての国、台湾、イスラム諸国では、パキスタンやバングラデシュやチュニジア、 祝日が少ないアフリカ諸国でも多くの国が祝日としている。祝日としていない主な国は OECD 加盟国では日本をはじめとしてイギリス、オランダ、スイス、デンマークである。その他の国ではインドやモンゴル、アセアン加盟国ではブルネーはある。なお、5月1日、ないし5月初旬の命令とは異なる時期に祝日としてーバーで 労働者の日を設定している国々にもあり、アメリカ合衆国やカナダでは9月最初の月曜日、ニュージーランドでは10月の第4月曜日と定められている。オーストラリアでは、週、地域ごとに3月や10月などの様々な日程で、レイバーデーが設けられている。1984人の54回大会で、特別決議として採択された例に見るように、 労働会からも祝日感の強い要望が存在する。また別の観点での推進理由もあった。日本では昭和時代の天皇誕生日であった4月29日から子供の日の5月5日までの7日間が休日の集中するゴールデンウィークとなっており、1973年から始まった祝日が日曜日の場合は、 その翌日を日とする振り替休日と1980年代から始まった週休二日制を合わせると、その期間は年によっては10日となるが、4月30日から5月2日までは必ず平日が入る、飛び石連休で連続制を書き、5月1日を祝日とすれば、当時の日本の祝日法上では、前後の4月30日と5月2日が国民の休日、 国民の祝日で挟まれた日に、該当となって、最短7日間連続させて、家族連れでの海外旅行などによる、消費拡大の経済効果を求めようというものであった。しかし、昭和天皇が1989年、昭和64年に崩御し、秋日親新皇が新天皇として即位したことに伴い、天皇誕生日が4月29日から12月23日に、 移動して4月29日を緑の日とした後に平成不況に突入し労働時間短縮の動きが鈍るとともにさらに2007年平成19年から緑の日を4月29日から5月4日へ移動し4月29日を昭和の日とすることでゴールデンウィーク後半の休日の連続性が高められたこともあり勤労感謝の日と趣旨が似ている祝日を制定する 意義があるのかという意見があり、金融関係者からは7連休によって、金融市場が長期間開かれないことを問題視する意見もあるため、日本における名ー,ーの祝日化の動きは頓挫している。企業によっては、労使協定よりメー,ーを会社の制定する休日としているところもある。ただし、多くの場合は、他の祝日や土日を出勤日とする振り替えによるものである。 また、年間休日数の調整をゴールデンウィークに充てる企業では、命令や周辺日を休日として長期間の連休にする場合がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。